ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。お金に少し余裕ができたら何か機材を買いたくなってしまうっていうのは DTMer の佐賀だと思います。基本的な機材っていうのはもう一通り揃ったと。で、欲しいソフトっていうのもパッと思い当たらない。そんな時に気になるのが電源タップや電源ケーブルではないでしょうか。中でも親出というメーカーの製品っていうのは、楽器店での取り扱いも非常に多く、この手の製品の中では比較的良心的な価格設定、見た目もおしゃれで気になっている方多いはずです。僕はこれまで、親出のスピーカーケーブルと USB ケーブルと、フォーンケーブルっていうのを購入したことがあるんですけれども、どれも親出の製品の中でも、特に安価な部類の製品で、購入にそこまで躊躇はありませんでした。ですが電源タップや電源ケーブルっていうのはやはり非常に高く感じてしまう。難しい言葉を羅列した製品紹介文っていうのはね、ものすごくそそられるんですけれども、まあ、やっぱり手が出せずにいました。で、今回5月末に期限が切れてしまう池部楽器の期間限定ポイントっていうのが約2万円分溜まっていたということで、ついに高級電源ケーブルを購入しました。こちらでございます。じゃん、親出ブラックマンバシグマ V2。 ものすごいいかつい名前ですね。通常価格は1本2万8600円で、割引価格で購入できたのでペアで約4万5000円という値段でした。今回はこのブラックマンバをスピーカーの電源ケーブルとして使用し、電源ケーブルを交換して果たして音が変わるのか良くなるのかっていうのを検証してみました。なかなか有意義な検証結果が得られたなっていうふうに僕は思ってますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まずは、親出の電源ケーブルのラインナップの中における、ブラックマンバの位置づけについて簡単にご紹介します。親出の電源ケーブルにはボンディータ X、津波シリーズ、ブラックマンバ、そして L/I50 シリーズと、大きく分けて4つのラインナップがあります。ボンディータ X っていうのが最新の製品で、価格もズバ抜けて高い。1本税込み7万7000円です。で、L/I50 シリーズっていうのが一番古くからある製品で、1万円台から2万円台後半にかけていくつかのグレードが存在します。で、ブラックマンバーは価格としてはちょうど真ん中くらいに位置する製品です。先ほどもご紹介しましたが、製品はこんな大層な箱に入っております。こういうの僕テンション上がるんで好きです。まあ、ちょろい客ですね。で、これ開けると、こんな感じで、親出電気、親出 .com っていう袋の中にケーブルが入ってると。はい、こんな感じのケーブルです。で、ケーブルはかなり固めです。まあ、伝わるかな?よいしょ。こんな感じ。まだこうね、癖がついてますね。まあ、親出のケーブルはね、全体的に固めの印象があります。それでは、今回検証した僕の制作環境をご紹介します。大元の電源は、一般的な、家庭の壁コンセントから取ってます。電源タップにはファーマンの SS6B を使用。まあ、この電源タップの良し悪しっていうのは今回置いておきますが、1万円以内で購入できて、取り扱い店舗も多いので、とりあえずちょっとちゃんとした電源タップ買っとこうかなっていう時に選択肢に上がりやすい製品だなとは思います。で、その電源タップに電源ケーブルをつないでスピーカーに電源を供給します。スピーカーはベアフット、フットプリント02。で、オーディオインターフェースはユニバーサルオーディオのアポロツイン X です。まあ、日本では少しレアなスピーカーを僕は使用してますが、全体的にめちゃくちゃよくある、初級者、中級者ぐらいの DTMer の環境に近い環境なんじゃないかなっていうふうに思います。それでは、検証内容について、ご報告していきます。まずは、アイドリング時のスピーカーノイズに変化があるかどうかっていうのをチェックしました。スピーカー付属の電源ケーブルと、こちらのブラックマンバを入れ替えながら、オーディオインターフェースのボリュームを上げ下げし、で、スピーカーの、まあ、音が鳴るとこに耳を近づけて、音を確認します。ごくごく小さな、音っていうのは、まあ、こうっていう感じになってるんですけれども、まあ、どちらの電源ケーブルで繋いだ場合も、音量の上げ下げ、
オーディオインターフェースの音量を上げ下げしてもこうノイズの音量に変化っていうのはなくって、まあフットプリント02っていうスピーカーは、ミームテクノロジーっていう、機能が備わっており、スピーカーの出音っていうのを変化させることができるんですね。おそらくスピーカーの内部にはそのミームテクノロジーに関係する、何かが内蔵されているはずで、もしかしたらこうスピーカーのノイズっていうのはそれに起因するものなのかもしれません。まあとにかく、細かいことは分かんないんですけれども、聴感上の違いは見られなかったということです。次に、お気に入りの楽曲を、電源ケーブルをつなぎ替えて聴き比べてみました。先に、付属の電源ケーブルで音楽を聴いて、次にブラックマンバに入れ替えて音楽を聴くと。でそれを何回か、短い間隔で繰り返しました。比較テストは、メンバー限定の生配信の中で行いました。その際の、正直な反応っていうのをどうぞご覧ください。じゃあ右も左も変えてみる。で音楽を再生してみる。いやーでもねこれね結局スピーカーケーブルのテストとか、まあこういうさオーディオ系のテストのさ何があれかっていうと完全な比較っていうのができないっていうところが問題なわけですよね。絶対にこうやってケーブルを差し替えてる間にタイムラグが生じるし、同じ状態でポンポンっていうさ聞き分けができないっていう。かといってじゃあスピーカーの音をマイクとかで録音してそれを聞き比べたらどうやっていう話なんだけど、それだとやっぱりだいぶ音は劣化しちゃうし、でも間違いなく言えるのは、多分これコレクターの種類の問題だと思うんですけど、刺した時のガコっていうこの感触っていうのは違いますね。これはコネクターの種類によるものですね。安心感はすごくあります。ただケーブルは硬い、非常に硬くて裏動線がすごく通りにくくなっちゃうかもっていうのは思った。うん、非常に裏動線は通りにくくなりましたね。はい、ちょっとじゃあこれで聞いてみましょう。あれ？ちょっと待って。ちょっと戻してみます。今ね、ちょっとあれって思ってる。そんなことないよね。そんなことありえないんだけど。ありえないね、ちょっと。それはありえないよね。もうすでに、プラシーボとの戦いが始まっております。元のケーブル戻しました。もう一回ブラックマンバにしてみます。これ差し替え続けてるうちに事故るぞ。引っ掛けてスピーカーガーン落としたりとかする。なんかこのガコという差し口、差し心地というか差し口というか何て言ったらいいな、これは独特のものがあるね。うん、なんかその電源ケーブル買いましたという感じはしますね。聞きまーす。
はい、今ね、電源ケーブルを差し替えて何回か、同じ曲の同じ部分を聴き比べてみました。で、今の正直な感想としては、ブラックマンバの方がすごくガッツのある音がしてるって感じてる。あの、ちょっと、あ、違うぞって思うぐらい感じてる。なんだけど、気のせいかもしれない。うん、でも、あの、もうわかんねえなーっていうよりは、なんか、あれ変わってるぞみたいな気持ちにはなってる。うん、で、こっから、じゃあその違いを、どうやってこう、データとして取ろうかっていうところに、行ってみましょうか。聞き比べてみて、はっきりとした違いを感じました。感じてしまいました。すごく抽象的な表現になってしまうんですけれども、まあさっき見てもらった動画の中でも言ってる通り、ブラックマンバの時の方がガッツのある、こうテンションが上がる音がしたんですよ。そういう風に感じたんです。で、高い電源ケーブルを買いましたと。で、音が元気よくなりました。いい気分で音楽制作ができます。これがプラシーボだったとしても、これだけ違って感じられるんだったら、まあいいかな。そう思えるぐらいの、違いっていうのを僕は、あの時、検証してみた時に感じました。まあ、これがプラシーボだったとしても、まあこれだけ違うんだったらいいかなって思っちゃいました。最後に、ソナーワークスの測定マイクをリスニングポイントに立てて、付属電源ケーブルで、繋いだ時と、ブラックマンバで繋いだ時、それぞれでホワイトノイズを録音。で、ダウに録音したオーディオファイルを並べ、アナライザーで視覚的に比較してみました。アナライザーの挙動が、比較できるように編集したものをご覧ください。気持ち薄く表示されている方がブラックマンバのアナライザーの値です。見ていただいて分かる通り、60Hz 以下の挙動にちょっと違いがあるかなっていうのがお分かりいただけると思います。まあ簡単に言うと、ブラックマンバの方がローが出てると。ただ、自分でこれテストしましたけど、この結果僕全然信用してません。まあ考えられる範囲で、僕が考えられる範囲で、大きな誤差が出ないようにと、まあメンバーシップの皆さんと一緒にこう、まあいろいろああだこうだとこうやってみましたけれども、うん、小さな誤差が生じる可能性っていうのは全然あると思います。あくまでも参考程度に捉えていただけると嬉しいです。それではまとめます。まずブラックマンバはケーブルが硬い。ゆえに取り回しがちょっと難しい。で、電源コネクタの差し口が違う。これですね。ブラックマンバはこう、ズコッとね、しっかり刺さった感じが、こう、フィードバックとして返ってくるんですよ。次に、スピーカーのアイドリング時のノイズは聴感上変わらず。そして、ブラックマンバの方がガッツのある音のように感じた。テンション上がりますと。で、アナライザーの比較では 60Hz 以下の低域に違いが見られた。ただし測定誤差の可能性大ありと。まあこれらの検証結果を踏まえてなんですけれども、これ1本 22,880 円なんですね。で、まあペアでだいたい 45,000 円ぐらいと。スピーカーの出音を良くしたいと。そのためにお金を使うのであれば、他にもっといい選択肢はあるかなっていうふうには思います。まあ、例えばスピーカースタンドだとか、インシュレーターだとか、吸音材だとか、拡散パネルだとか、まあ、根本的なところで言うと、補正ソフトを買ってみるとか、まあ、限られた予算で音質向上っていうのを図るのであれば、順序は最後かなっていうふうに思います。ただ、まあ、どうせどっかで買おうって思ってるんだったら、もうお金に余裕があるうちに、パッと買っちゃって、基準をもうわずかに底上げするっていうのも、まあありなのかなっていうふうにも思います。まあポイントがあったし、で、動画のネタにもなるかなと思ったんで僕は買いましたけど、まあそうじゃなかったら買ってないかなっていうふうには思います。で、上を見ればもっと高い電源ケーブルってありますから、じゃあ1万円のやつと3万円のやつと、10万円のやつ、どれぐらい違うのって言われても、ちょっとわかんないし、まあ沼ですよね。
全然違いがわからないよってなっちゃったら、うん、ちょっとつまんないかなっていうふうには危惧してたんですけれども、まあ気分は上がったっていうところは自信を持って言えるので、なかなか有意義な、検証ができたんじゃないかなというふうに思ってます。いかがでしたでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。